はいどうも、まなみずみの吉田です。まなみずみです。こんにちは。こんにちは。今回ですね、はい、お知らせということで、はい、これね、いいと思ってくれる人、悪いと思う人、あるかと思うんですけど、ちょっとまあ一回試しにもやってみようと、いうことでね、みんなにお知らせがあります。はい、では吉田先生、お知らせ、はい、お願いします。この動画からですね、はい、マナビズムの、受験トーク含め、出すアップロードする動画すべてに、広告をつけます。なんで今までそんな広告をつけてなかったのに結局 YouTuber になるの？いろいろね、思うところはあるかもしれませんが、僕たちが考えたのはですね、広告を出したらもちろん、そのお金というものが発生して、それはマナビズムに、渡されます。でそのお金をですね、視聴者の皆さんにプレゼントで還元しようというアイデア企画になります。なるほど。それは全てですか？全てです。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 はい、すごく悩んだ選択ではあったんですけど、はい、YouTube 側、Google 様がね、広告をつけないとやい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 言うてくるシーンがね、ちょっと実はあってですね。あってですね、はい、こんだけねサーバーの容量を動画使わせてもらって3本も超えて、そうですね、いつその評価が下がって、そのチャンネルがバンされるかちょっとわからないところもあるんで、広告をつけさせてもらいます。はい、ただその代わりそれは全て視聴者の皆さんに還元させてもらうという形で、ご了承いただきたいなというふうに思います。はい、だからね、毎月広告収入みたいなのはもう全部出させてもらって、はい、その分もう Amazon ギフト券なり何かしら、なりで、受験生に参考書買ってもらう費用であったりとか、何かしらためになるものを買ってもらう費用に、充当してもらおうという形になります。ちなみに当たりやすい人、はい、当たりにくい人がいるみたいですね。そうですね、はい、どういう人がね、そのプレゼントもらいやすいんでしょうか？はい、一言で言うとですね、目立つ人ですね。目立つ人、はい、これ目立つ人ってどういう人かって言うたら、よく YouTube でコメントをしてくれる子いるんですよ。例えば何々キングくんみたいな子ね。こうなんとかくんね。こうなんとかくんね、はいはい、視聴者の人やったら結構知ってるんちゃうかなっていうね。もう結構な頻度でうちの動画にコメントしてくれてますし、はいはい、他にはそうですね、動画の URL を貼ってツイッターでシェアしてくれてる子なんかもいます。でそういう子はやっぱりこちらもすごく名前がね目に留まる頻度が多いので、もうやっぱ覚えてます。はい、でそういう風にうちの動画の URL をツイッターでシェアしたりコメントたくさんしてくれてる子なんかはやっぱり優先的にちょっと還元してあげたいなっていう風に思いますので、はい、そういう子ですかね。はい、やっぱね LINE とかで、友達にこの動画ええでっていう風に教えてもらうとかでもいいんですけど、そうなるとねちょっと僕たちには見えないんで、そうですね、見えないんでね、評価しづらいんですよね。ツイッターであったり、その見えるもので拡散していてくれると、こっちも拡散されてんなっていう風に、誰が拡散してくれてんなっていう風に見えるんで、はい、評価がしやすいと、ね、いうことですね。まとめると2つです。コメント用してくれる、チャンネルの高評価もお願いしますね。コメント用してくれてる、高評価してくれてる、コメントしてくれてる、ツイッターとか、見える媒体でこの動画を、拡散してくれてるっていうね、やっぱりそれが1回とかで終わるんじゃなくて、よくやってくれてるような子がやっぱり俺としてはそうですね、よく目に留まるという感じ。視聴者さんが思ってる以上に僕たちって本当視聴者の名前覚えてますよね。結構アカウント名あ、まだこの子出てるやみたいな。毎回変数表示毎回変数表示最近来てますね最近来てるな、はい、なのでどしどしと、はい、そういう形で目立っていただければ、はい、プレゼントを渡せるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、はい、そんなところでしょうか。はい、追ってねそのプレゼント の応募方法とかは、はい、また動画で告知させてもらったらと思います。はい、はい、それではこの動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。動画見てくれてありがとう。無料で受験相談ができる無料体験コンサルを365日受け付けております。資料請求をしてくれた方にはこちらビズマーの生態を明らかにしたマナビズムライフスタイルブックを進呈しています。 LINE アットでは登録者限定の情報も流れてきますので、必ず登録しておくようにお願いします。